これらは私のエンピツです。は英語で This is my pencil. これらは私のエンピツです。は These are my pencils です。 日本語で話す時は鉛筆が1本であっても2本以上であっても「これ」と言うと思いますが英語は1本の場合「This」を使い2本以上あれば「These」を使います。このように、英語では何かが1つある場合と、 2つ以上ある場合で、使う単語が違うことを覚えておきましょうそして、学校で英語を学び始めると、普段使わないこれらという言葉が出てくるので気をつけましょう